はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は火の高麗機2をやっていきたいなと思います。あのダークビジョンズの回ステージでは珍しく種族が被っているキャラクターになります。読み方は馬頭かな、馬頭やっていきましょう。種族が獣、弱点が火、防御と精神が低い氷属性を高められると良いと書いてありますので、まずはねパーティーの紹介やっていきましょう。まずはねマダムの役割なんですけども、味方全体に獣キラー 50% 付与になります。 LB になりますので LB ゲージを供給できるキャラを一緒に積んでいただければと思います。でレギス LB ゲージの供給役、そして、味方全体にチェインアビリティの付与役で、ザイル味方全体に火属性付与で、敵に火属性のデバフ、そして味方に氷属性バフの役を兼ねております。でスコール、防御 88% のデバフ役で、ポネに関しては LB ゲージの供給役になっております。なのでポネのところはリルムとかでも代用していただいて結構です。で続いてラストでね、アクスターも今回はフィニッシャー役といった感じになっております。じゃあ装備紹介やっていきましょう。まずはねマダム、今回引き付け回避 100% の装備構成にしてあります。気をつけた点は1個ね、氷属性バフが80なんですよね、ザイルが持ってるのが。なので、まあ、装備等でね氷を 20% 以上にしていただければと思います。アビリティはこんな感じになってます。で続いてレギス、レギスは火属性武器を持たしてるんだけど、特にこれに意味はないです。武器1個だけ持たしていただければと思います。で氷属性を 20% 以上を保っていただければと思います。で、続いてザイル、ザイルも装備はね武器1個、そして氷はねもともとバフがあり、パッシブがありますので特に気をつけた点はないです。で続いてスコール、スコールはまあ氷属性が上がる防具を 20% 採用しております。であとは武器1個気をつけております。で続いてポネ、ポネはね HP を消費して使うアビリティになるので HP 最強で、まあ部分的にね氷属性を高めているような形になっております。これだね、クールビューティー採用しております。で続いてアクスターだね、アクスターも同じく一応 BS 前に氷属性のね 20% 付与するローウェンの鎧をつけております。で BS5 だね、 BS5 は今回獣になりますので、まあアビリティはもうちょっとでマックスだったんだけどちょっと足りなかった。でブグバイ率 LB をマックスの獣275といった感じになっております。で装備はこんな感じだね、でアビリティはこんな感じになっております。ビジョンカードはもちろんアクスターの記憶採用しております。よし、じゃあ早速、やっていきましょう。馬頭レッツゴー。はい、じゃあやっていきましょう。でまずは、まあ、1ターン目はね基本的にさっきと全く変わんないんだよね。まずはトリプル使って、味方全体に火属性の付与で火属性デバフと、まあ、やっていきましょう。火属性付与と氷属性バフが一緒になってるものになっておりますと。じゃあこれやって、あ間違えちゃった、トリプルで火属性と氷属性バフをかけて、火氷のデバフを入れましょう。でそしたらレギストリプル使って、LB ゲージの供給と、まあ、あとは適当にアビリティをなんか使っていただければと思います。でポネトリプル使って、グラフィティトリックやってネガティブ禁止で LB ゲージ供給で、まあ、グラフィティトリックは一応ステータスバフ役としてやってます。でウェイ使って LB ゲージの供給をやりましょう。したらマダム LB 使って獣キラーを味方全体に3ターン付与していきましょう。でスコール LB 使ってエンドオブハート、防御の 88% デバフを2ターン入れていきたいと思います。やっていきましょう。でアクスターは特にやることがないのでダメージを与えないアビリティを使っていきましょう。まあ、防御でも構いません。 OK だね。てかスコールの LB 超かっこよくない？これ本当にかっこいいんだけど、マジで NV スコール超かっこいいだろうね。オッケーだね。で、そしたら、まあ、バフがね、かかってるのと、引き付け回避 100% で、すべてダメージは無効化することができました。オッケーだね。じゃあ、続いて2ターン目、フィニッシュやっていきたいと思います。全員武器一つになってますので、ルーセントクレイブで、とどめを、まあ、とどめというか、チェインをかけていきたいと思います。オッケー。で、そしたらラストアクスター BS して、また裏の LB やっていきましょう。裏の LB がね、非常に強力になってますと。で、またラスト4発に合わせますので、最初適当に使って、まあ少し時間が経ったら、チェインアビリティを付与し使っていくような形。まあこれで問題なくね、ダメージカウントは出せます。で、たださっきのモーグリキャプターよりも若干硬くなるんだよね。まあそれでも40億ぐらいのダメージは出せますので、まあ特に問題なくダメージ関数はできますので、まあぜひやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。